ウエストが 88.5、 体重が 77.45、 ウエストが 77.4、 マイナス約10センチ、体重が 69.4、 マイナス8キロ。体重減らしたいよって方、痩せたいよって方、正直言います、楽な運動より強い運動の方が絶対に痩せます。はい、じゃあまずうつ伏せになりましょう。手を脇の下ついて上体を反らします。これで止まっておきましょう。もしきつかったら少し手を前にしましょう。なんで、はい、あーしんどい。はい、これで、あーしんどい、止まっときましょう。あーなんで、あーやだ、こんな動くせんもんな。あーこれ結構背中が硬いとやっぱり姿勢が猫背になったりするんで。あーじゃあ俺らそれだねえ、いいね。あーあーやっぱだんだんと体って前にかかんじゃうんじゃないですか。はい、はい、取ることした方がいいですね、やっぱり。本当ですか。あー、大丈夫か、これ。うん、いや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 、ちょっと腰こうやって揺らすと楽になります。あー、あー、やばい。はい、今度うつ伏せで腰揺らしましょう、こうやって。はい、急に楽になりましたね。え、これ腰プルプルします。わ、超楽。これもストレッチの一つ。これも体の力を全部抜けるんで、体の力全部ストレッチ前には多いですね。まあ、体硬い人って力が入っちゃうんで、それは伸びなくなるんですよね。なるほど。体の力一回抜いてリラックスできるとよく伸びますね。まあ、徐々にきつくなりますんで。はい、ああそうか。今はね。はい。気持ちいい。これ楽ですよね。気持ちいいですね。はい、OK です。はい、じゃあ今度手の横に右足を出しましょう。はい、こういう感じですね。はい、これで止まってみましょう。はい、大丈夫ですか。いいですか。はい、いいですよ。はい、うん、いいですね。目線はどう。前に向いておく感じですね。はい、これあの今伸ばしてる足の肩の部分ですか。後ろ足の前のものと前足の内ももが伸びてますね。でもこっちの方がすごいな。後ろ足の前ももが辛いですよね。えげつないですね。えげつない。股関節がしっかり伸びるんで。はあ、すごいな。うわー、あー休んでください。それそれそれ、気持ちいい。今度反対、あ、いいですか。うわー、やっぱどっちも痛くないってのはまずないんで、かかとどっちか痛かったりしますね。あーすごいですね、やっぱり今度はマジで。この腕の下とか。ああ。なんか俺が硬いからね。そうですね。やっぱり。ストレッチなんかね、ことないもんね。こういう動きってもうそもそも専門ね。ね、立ち上がるときこんな動きせんじゃない。普段ないですよね、こういう動き。ないですね。やったらいいんだろうなと思って。うん。思いながらね。はい、OKです。はい。はい、じゃあ今度はうんち座りですね、こうやって、はい、足首のストレッチです、こうやって、足首、はい、どこへ、ね、どこへ来るんですか。ここですね。あ、アキレス腱。2人とも柔らかいですよ。あ、そうですか。こうなる人多いので、かかとが浮いちゃうっていう。やっぱり我々はビーバップ世代だから。そうですね。あ、いいですね、いいですね。全然できます、ね、憧れてましたから。楽ですね。これはもう、はい、これで手を跳ねるだけです、ね、これかかとが浮いちゃう人は結構もう転げそうになっちゃう。ああそうっすよね。足利はだから今はできない人多いっていうよね。足利は右に左ちょっとこう動いてみるとまた良くなります。あー来ますね。あー来る、足に来る。うわー来るね。はい、 OK です。はい、じゃあまたうつ伏せで。はい、来るね。
じゃあ今度肘ついたまま、はい、お腹を持ち上げましょう。うわ、はい、これお尻ギュッと締めて、はい、あの膝はついてていいんですか。膝ついてきます。ああ、はい、これたまよくていいですよ。たまに休んでまた持ち上げて、お尻しっかり締めます。たまに休みましょう。息をしっかり吐いた方がいいですね。ね、止まってる。息止めたらもったいないですよ。効果があまり出ないんですか。そうです、止まっ出ちゃう。やっぱり体幹しか入らないですよ。あ、じゃあ前半ほとんど止めてました。 OK です。はい、じゃあ今度は膝立ちで片足前に出します。はい、頑張って入れず、はい、これまた手腰を置いて前かがみ。うわー、できない、これどうすんの。前かがみで、できないです、できないです。戻ります。痛い、何してんの。ちょっと、痛い、結構前のままが痛いですよね。あ、この膝をしっかり伸ばした方がいいですね。痛い、すごい痛い。この腿裏固いと反り腰って言って、はあ、お腹こう出した姿勢になっちゃうんで。なってる、これが反り腰に原因あります。OK、はい、です、ちょっと休んで。あったし、この腿裏が固いと前の腿に力が入って、はあ、その力が入るの嫌だから反っちゃう。息吐きながら前かがみで休みます。めちゃくちゃ硬い。これ痛いですよね。痛い。なかちゃん、お尻そんなつけない。何座ってんのかかとに。よしよしよ、ぐーっと前かがみで戻ります。いやすごい、後ろが硬すぎる。痛いですね。痛いです。前足の裏が痛い。これだけ膝伸ばしますよ。はい、OK です。じゃ今度膝立ちでかかとを引っ付けます。このまましゃがんだら上がります。お尻緩めてお尻を締める。お腹しっかり引っ込めます。ふーっと息吐きながらおへそ上向ける感じです。緩める骨盤を起こす感じです、いい感じですよ。この骨盤を起こした姿勢が立ってる普段の姿勢なので、これはもう身につけないといけないですね。そうですね、呼吸大事ですね。はい、OK です。汗がにじみ出てくる。そうですね。はい、じゃあ今度は正座から膝開いて、これ止まります。これ止まっていきましょう。止まっとく、はい、ここがめっちゃ伸びてます。もし痛かったら、まあ、少しこうやってね休んでください。もうできれば本当にもうこれぐらいいった方がいいです。できる、なんでできるの。これぐらいいった方がいいです、はい、すごい。それ何ですか。股関節、はい、股関節開いてます。ところみたいな感じですね。もし痛かったら一回閉じてもいいです。これ結構辛いんで無理、はい、これは無理。これ以上下がらない。なんで足が外向くの。足っていうのはそのOK です。はい、うつ伏せでブルブルです。やっぱ今の結構股関節痛いんで。いやー、全くダメでした。これができないっていうことは股関節が硬いですか。そうですね、ショックだな。やってるとだんだんできるようになるんですかね。まあ、だんだん開いていきますね。あー、両親、はい、あー、両親、これ楽ですよね。これ楽だわ。
痛いメニューした後ってやっぱり力が入ったままになるので、一回緩めないといけないですね、はい、ああそうなんだ、はい、これもじゃあ大事なエクササイズだ、ここ大事です本当に、はい、あとちょっとですからね、オッケー、オッケー、よし、ラストです、はい、はい、初めにやったやつですね、あ、これ多分一番初めよりやる、えぇ、ー、ですね、全然違う、なんでだ、なんでだ、だいぶ取れるでしょ、こうやってくると、全然、はい、これ楽だったとして手前にしてもらうと、はい、激痛だった、これ最後楽になりますよって言わないタートルさん、憎いね。いやだって、こんなに楽なの？結構それますよね、全然それます。手の位置をちょっと前に出してたんですよ、さっき。そうね。これがいいですよね、初めは。そうそう。逆に気持ちいいぐらい。ですよね。すごい反れるね。最後やると。すげえ、タートルさん。これちょっと腰ブルブルしたらまだいいか。あはい、オッケーです。わあ、すごい。はい、これでバランスを取りましょう。もも疲れたら反対足入れ替えてもいいです。手は自由にしてください。もう、あ、全然まだね。全然余裕です。全然余裕ですね。この片足立ちって実は1分間行うだけで45分の有酸素運動効果があるんです。片足ってすごい下半身が鍛えられてるんですよ。あ、今こうやってる。こうやってるだけでも。じゃあお年寄りの方って歩けるけど片足立ちできない、できない、遠いじゃない。歩けるけど片足立ちができない。つまずいちゃう人とか。もうこれを1分間いろんなメニューしてるだけです。でも全然いいね。はい。だって変えていいんだったら。いやそうね。はい。まあ、だんだんきつくなりますからね。ああ、そうですか。はい。OK です。じゃあ今度は片足立ちです。で、このまま足をバランスこうやって崩しながら、手足自分で振って、はい。バランス取りましょう。おお。はい。自分でバランスを悪くさせます。もしバランス崩れたらスクワットで帰りましょう。もう全然。これ。これが続ける人って体幹がとかってあるんですか？やっぱり体幹が悪いとバランス崩れちゃう、あと俺自分に甘いからな、崩れそうになったらそんなにしないです、そうそう、バランスをもういろんなところに足を持って、はい、バランス崩したらスクワットです、もう全然いけてんね、外を歩くってなると大変じゃないですか、はいはい、ウォーキングシューズ履いて運動しやすい格好になって、それでまた暑いですしね今、そうですね、あらこっち、あそう、エテフってあるんですか、あっこっち全然ダメなんですよ、えっ、あっ変えてダメなんですか、変えてダメなんですか、変えてダメなんですか、はい、OK です、わお、はい、次反対足です、いやこっちやばいね、利き足ってあるんだな、次は反対、あちょっと疲れてきた、すごいな、結構疲れるんですよ、疲れますね、手足あっちこっち動かしてバランス取ります、こっちすごい苦手、うわほんとむず、バランス崩したらスクワットです、スクワットの回数が多いね、もうちょうどいいところでバランス崩してるんですあーダメか、そうそう、スクワットしたらできない時がある、そうです、スクワットして疲れてくると余計バランス取れなくなるんで疲れた、疲れてくるとバランス崩れますからね、ちょっと待って結構長いですよね、1分間1分超長い、長い、結構お尻の方が疲れてる、来てます来てますすごい、今度は5秒目安で足を入れ替えましょう、シャッと足入れ替えます、はい、はい、
もう水平まで上げたら5秒ぐらいでパッと入れます。はい、お腹しっかり力入れて、お腹に、はい、お腹力入れないってことですか。パッと入れ替えて、あ、手が逆だった、サッと入れ替えて、そのパッと入れ替える時に体幹力入るんで、あ、じゃあそのスピード感も大事なんですね、入れ替える時の、シャッと入れ替えます。はい、シャッと、はい、キャッと止まります。
足に変えましょう。きつい人は膝曲げておいていいです。え、もしきつくなければ手を離していいです。はあ、きつい。うわ。こっちで一緒合わせようか。お、ちょっと止まってつきます。あ、結構バランスがいりますよね。しんどい、しんどい。もう桃とお尻が、ああもうお尻がもうほんとやばい、やばいやばいやばい。あ、ちょっとちっちゃいのがお尻噛んでない俺、ね、え、上げてる時も下ろした時も両方しんどいね。え、お尻横にいるんですよね、お尻の横が。汗が出る。ラスト種目でいきましょう。おい、ラストラスト、パンパン。最後は普通に歩きましょう。あー、やった。できればもも水平まで上げましょう。あー、なんか見てる皆さんとやってると思うと頑張れる。ああ、そうね。なんかね、うんうん、向こうでやってる人がいると思った。そうですね。怠けられんし。怠けられんしね。ああ、すごい。汗出ましたね。出ましたね。うわ、すごい。今回コラボで、うん、こういった撮影をあと2本撮るって思うだけで、はい、ゾッとします。それにも目指しましょう。ああ、これで最高。すごい。あとちょっとです。はい、お疲れ様